下松市の温浴レジャー施設下松健康パークに併設するアイススケートリンクが10月21日に営業を開始しました。初日のこの日は多くの学生や家族連れでにぎわいを見せました。また地元フィギュアスケート選手によるエキシビションが行われ、オープンに花を添えました。今年もスケートシーズンが始まりました。来年にはオリンピックも開催されます。何かとスケートに注目が集まる年だと思います。皆さん思いっきりスケートを楽しんでください。県内唯一の屋内スケートリンクであるこの施設では今季3万7000人の来場を目指すそうです。来年4月8日までの営業となります。以上、周南経済新聞でした。